<laughs> 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 まあああままでもね緊張しますよね、うん、この場は、ま、三田さんもその配信での対戦っていうのはなかなか経験ないっていうお話を先ほどもしていて、はい、かなり緊張しているっていうことでしたやっぱりこういう場って <laughs> <laughs> グランプリとかってやっぱりその15ラウンド中の1個みたいなあったいいかなと思うんですけどやっぱり神決定戦はもう1個1個が注目の試合なので。 やっぱこの当人たちはすごく緊張しちゃうんじゃないかなと思いますけどね。なかなかこの一試合のために、まあ現場までおむ赴くってないですもんね。本当は。この神ならではのフォーマットとなっています。さあ、お互い手札を見ますが、懸念点が出ているか山少なめ、土地少なめかな。おいさんが。選手当はかなりいい。ちょっとですね、うん。さあ。このボーマットの九指も。 生き残ればめちゃくちゃアドバンテージが取れるカードなんですけども <laughs> 赤単対決ということであしっかり土地ありますね,そうですねお互い7枚でキープできそうな安岡、うん、翔太選手は昨年のワールドマジックカップ決勝で7枚引いてましたから <laughs> <laughs> 世界中のプレイヤー驚いてる翔太は赤単でも7枚引く <laughs> <laughs> まあカードを引くっていうカードがどれだけ強いかっていうところですよね ただそのポテンシャルを生かせるかどうかっていうのもこの対戦相手に依存するところもありますお互いじっくり考えてますなかなかゴーサインが出ないさあまずは初手を確認カメラに映してくれた感じもう本当にバランスいいですねボーマット二枚、はい、損行魔導士策白ボーマ、アン、うんえー、一門の壊しや山が二枚うんうん、うん、いやー さんも,もうキープ決めました、ねそうですね、さあこちらも軽いアクションしっかり3枚あって「うん、ショックマグマのしぶき」「ーマットの休止」「ハゾレと」とちょっと4コストがねうフェニックス山々ですかね、まあ、しっかり土地が引き込めるかどうかがおおむねこのぐらいの枚数に平均的にはなると思うのでここから先ですねスムーズに動くかどうか。 でも岡井選手としてはかなり理想的な初手に見えたので相手の初速をしっかり落としつつえ後半のパワーカードにつなげられるというだったので本当にとっちさえ引き込めればっていう感じですね、うん。さあ回戦しましたお互い7枚キープ,キープボーマットの9子まずはワンパンからのスタート。さあここ岡井選手はまあ,ある程度予想通りかなという。うーん 感じだと思うんですけどこの岡井選手の1打目のアクションで三谷選手も <laughs> えそっちって <laughs> なりそうですけど <laughs> さあ山を置いて遠藤これで赤いデッキ同士だということは分かりましたこの山を置いて遠藤は大体赤たんゲーと山はかなり珍しいので、まあ、飛んでくるスペル次第ですけどうんうん、うん、さあ攻撃するたびリムーブが発動してからの まずはは枚焼きシショョッッククでですもう山からショックはもうほぼ確定いいいと思います普通コントロールデッキとかマグマのしぶきを優先するので、はい、ショックということはもうほとんど赤単とこの時点で感づいてるんじゃないかなとうん、うん、さあここら辺の1コスト3枚の序盤戦をこれ後攻側がさばく動きになってるのはなんとなくいいのかなというふうにも思うんですがそうです、ね、手札的にはかなり動きやすくていいと思います、うん、このままさばいていって、えー、パワーカードにつなげる動きができればはい しぶきも打ってボーマットで返しますさあここからですねここまでは初手の注文通り綺麗にさばけているので、うん、この後の展開がどう出るかこのベースとして赤単同士だと先行の方が有利っていう認識でいいですかそうですねメインモードは比較的アン一門の壊し屋とかがそうなんですけどとにかく選定でヘイストクリーチャーが多いので先行側が圧倒的に有利と言われていますさあオープニングハンドにはあったんですが3 ターン目に土地が置けない三ツさあ岡井選手はこうなってくると話が変わりますただ岡井さんんも悩んでますねこれ土地を引けていないのでは <laughs> さあボーマットが再び殴って<お>あ置けてますねそして収集終 ここが分かれみになるか登場一。位そしてエネルギーカウンタ使うとライフリンクおしかした<だ>しっかりとああ白作作白打ってきます <laughs> これね分かんない作 <laughs> 白って日常生活で使わないです使わないですねお水田選手ここでアン一文の壊しは走ることができましたライフレースはこれでかなり有利になりました さあ岡井選手、えー、手札に4マナのカードが初手から2枚あってバッチリ4マナ目を引き込んでいますうんフェニックス登場そしてこれでもう殴れないかなというようなところですねただ合う一門の小足輪はもう一発なんか殴れる可能性が一応あるので ちょっと難しいとこですけど岡井選手はもうさっきのターンからボー棒を立たせておいた方がもしかしたらよかったかもしれないですけど、うん、もう手札は結構岡井選手の方が強い感じはするのでうん、うん、ま盤面とライフさえ守ればっていう展開に見えるのでもうとにかくライフを一貫して守った方が。さあしかしこのフェニックスは本当に対処が難しいカードなので。 あ今三保さんの手札ショックはありますけど残りの2枚がチャンドラとハズルとズルですね <laughs> ショックしかプレイヤブルなカードがないという状況になりました。一門、まあの、えー、特例効果を使ってフェニックスをブロック負荷にしつつ、うん、強引にダメージを入れていくかその際にボーマットが、えー、4枚ドローに変わるので相手のボーマットを焼いて殴るか。 とととといううあたりががが選択肢として上がると思うんですが、はい、ちょっと、ね、三谷選手手札の残りの2枚が強すぎてその4枚引けるとしたら、えー、その2枚捨てて引かなきゃいけないのでうんまあそれに見合うものなのかどうかさあここは攻めていく選択ですねさあ特例を使っていきましょう、ねね、ブロック負荷で4点入れてようやくけ桁そのままエンドしましたね さあ特例のチップが置かれてこうなってくるとボーマットいつ使うかみたいな流れになっちゃいますけどそうですね、岡井選手としてはただちょっともう、マなが起きてる限りは触れないので、うん、この後のアクションが難しいですだいぶライフに差がついてしまってるのでこれ、攻めづらいですね。すねさあ、先行1ターン目からボーマットを走らせてなんとか体力半分削った状態。 しかも、手札がチャンドラとハゾレットの三安現状、圧倒的に三ツ選手が有利ですね、うもう土地を引くだけでも相当有利になって、スペルだとそれはそれで OK ですしこの状況を打破するためには、やっぱり盤面整理をしていかないといいけないでですすもんねねそうですねただ、お互いが4マナの強いカードを並べ合うと、お互い1ターンに1回という手数になるので、うん、このライフ差が重いんですよね。うんうんうん さあしかしここでハゾレと出ました手札1枚いきましたねおお攻めてここで9点 <laughs> 返しの9点は削れないでしょうというようなそういった判断になっていますもうこうなると逆に三ツ選手が次の段のブロックまで考えてただ攻撃に行けれない状態になってしまったのでんでさあこのターン おおしかし <laughs> しっかり土地を引き込んで土地を引き込めるとハズレットもブロッカーとして機能するここはけどかなり難しいですねただボーマットをブロッカーとして立たせるかハズレットで5点与えるかっていうとこですかね,すねここはいろいろ考えられますこの手はもう守りに徹してうん、うん、フェニックスの4点だけじゃ死なないだろうと、はい、守りに徹するか 次のターンは1もの特例が解けるので、うん、かなり殴りやすくはなるのでこのターンどうするかですねさあこの4枚目の土地ギリギリのタイミングで挑戦者側に駆けつけましたここからのプレーチャンドラとハゾレトハゾレトですとまあ明確に次のターンに勝ちにいく選択状況がないことにかけて これであればなんとかなるのかっていうところですがさあ除去を引いたかどうかそれで全てが変わりますさてが止まった <laughs> <laughs> まこの流れは除去ではないでしょうね <laughs> そして1マナ足りないので手札2枚捨てて4点4点という流れもおそらく実現が できないといいととうころが三谷選手にも伝わってしまいましままたねまあどのみち岡井選手が一枚でも助教を持ってたらこの状況を出するのは難しいと思うんでこれはかなりいいアタックだったと思うんですねど、はい、次の田岡井選手がえ動きが良くないようだったらしっかりし留められるようにしかもこれどうやっても4点次のターン抜けそうな雰囲気があるので,そうです、ね、ハズレ等だけでも2点ありますし特例のアン一門の特例もあるので。うん 土地を置いた置いてエンド置いてエンド守りきれるかちょっと最後の手札1枚にかかっていますがいやーこれ中盤のやはりライフの返し方は。 カードパワー的に岡井さんも良かったんですけどやはり前半の差が前半、ね、の差が大きかったですねっやっぱりボーマって1点残っちゃったのがうん1点されど1点その差が分けそうですさあここでチャンドラー出して起動する前に攻撃宣言ですかねおそらくうーん そうなりますねさあチャンドラも一応その後の展開には寄与しそうな雰囲気はありますがそうそうおそらくハズレトをブロック負荷にして攻撃すると思うんで、うん、フェニックスがブロックに参加した時に、えー、残った、はいえー、トークンエレメンタルトークンを殺したりもできるので、うん、<う>ああここは何もないと。 まず1本目取ったのは三ツ矢悠挑戦者側が先行で1本取りましたその有利っていいう言葉が難しいんですんか5割勝てるところ5割五分五分のところが5.5割になってるようなリストももちろんそれも有利になりますけど、うん、ただそれは裏を返すと4.5割は負けてしまう,う、ね、ということなんで、うん、さあ再び手札2枚。 の土地とというこころでご定番このハンドをキープするか土地は一応お互い2枚ずつという形ですかね。さあ岡井選手の方は軽いカードも多くて問題なさそうに見えましたが、うん、お互いキープ。12<題>。1> 1軽いですね。<laughs> 1と2しかない。<laughs> ボーマット2枚カーリズム2枚ショック土地土地いいですかね。うん 先行の代わり全部も結構な打点になりますよね。と、ね、いうか、まあ、サイドゴはちょっと策悪が追加されるので落ちやすくなるんですけど、うん、メインボードは3、えー、点火力がちょっと少ないんで、うん、メインボードの方が強いカードですね。こちらもちょっと重いですから、ね、ハズレット2枚損駒、うん、同士みたいな感じだったらハズレット2枚がちょっと嫌な感じではありますが、うんまあ、どうしてもね強いカード4枚入れてそしてそれをね プレイしたいっていう欲望があるのでここのところの枚数かぶることはねどうしても物理的に仕方ないっていうところはあると思うんですがまさか外れたら良心的ですね自分の能力で捨てられる<あ>確かに確かに <laughs> 今までのレジェンドはやっぱなかなかそういう器用なことができなかったので、はい、しかも勝ちに寄与するディスカートですからね,そうですね2点与えながらなのでさあもうこの1ターン目の長さがもうどれだけ序盤が大切かっていうの物語っ,ってますよね お互いボーマットの急種で一発ずつ殴り合る1ターン目になりましたこれ損魔同士で受けるっていうパターンも一応あるんですかねそうですねただまあボーマットの対処を迫った方がさあ岡井選手ももうこのターンでもすごく選択肢がたくさんあるのでさあ最初のド路は土地だったみたいですね、はい、山を引きました そしてこの1三先制攻撃が相手のボーマットに刺さる形になりますので完全にこの攻めるという段階は岡井さんがやはり先攻の優位を生かしていると。うん。ボーマット 使えるやつは真の赤タン使いだと一旦目に出せる。<laughs> よく冗談で言われますけど、お二人ともバンバが出てきますね。二 <laughs> 人とも二枚ずつ引いてますから。はい。ただもうボーマットかなり殴りにくくなったのかなという場ではありますかね。そうですね。もう殴っちゃうとミテヤス選手は何も追放していない方でブロックもできるので。うん、カーリゼブも場にいる限りは。 やははり使いたいたカードでであるんですが岡井選手手札が先ほどの時点ではショック、えー、ボーマットの2枚目カーリゼブの2枚目しかなかったので、うん、ちょっとそのまま重いカードが引けてないと、うん、適当に火力を打ってアタックするとすぐ息切れしてしまうような手札だったので、はい、後続がしっかり引けてるかどうかで、えー、攻めるギアが変わっていくと思いますが。早速の 懐事情どうなっているかもここのアクションで変わってきますいやただ赤タンかなり選択肢多いですね序盤からいや多いです、ね、本当に攻めるかどうかがまずあって火力をそれにうい三矢選手も3枚目の土地引けているようなのでピアナラーまでは動けることが確定しています。 さあ日焼けした砂漠これも赤単にはまず4枚入るカードですよねいやすごいカードですね <laughs> 土地で1点よくチャンドラとか殺したりするんですよねはい,はいはいはい。して1個しか残ってないんでうんうんうんそういうかゆいところに手届く土地があるっていうのがねこれにまだ赤い土地ありましたもんねさあ一応じゃないさあボーマットの九死2枚目ドロップそして手札 ちょっと弱そうででしたね土地代わり全部ショックですか、ねはい、なのでちょっと思い切って攻め続けるには息切れが心配なうんうんうんこれボーマットでもすぐさま3ドローすることも結構前向き、ね、そうですねししありえそうですね、えー、ブロックの仕方次第ですけどさあ全部いきましたそして アリズムを攻めたことによってラグバン出てきますこれは全員殴ることによって三谷選手が個別にブロックしやすすくなるんですね今3枚残ってるボーマットを単体でブロックされた場合はそいつを殺して多分もう一回追加してから次の段ドローすると思うんで1体だけで殴っちゃうと三谷選手複数体でブロックしてショックじゃ手が届かなくなってしまうのでなるほどなるほどさあこういうブロックになります。これだとを殺してドローですかね ふん、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 一の方を生かして。そうですね。ね、残ったあまり強くない手札を捨てて、三枚ドローと。さあ、この三枚。ドローで、手札が増えます。そして、打点も入って。閃光の強い動き、継続できています。岡井選手としては、結構理想的な。手札でし、うん、え、使い方でしたね。今のとは、もう、本当に、あまり意味がなかった。カードを捨てて、三枚、新鮮なカードが手に入ったので。 ここから先なんですがなんとなく今手札の質的には三ツ矢選手の方が上回っているんですがやはり先考の最初の体力の削られ方そ,、ね、それによってちょっと防御的な動きをしか検討しないといけないとまあまだまだちょっと代わり全部がダメージを刻んでいきそうな場なので、うんまあ、テキスト的にもね 一昔前の赤単だと信じられないぐらい強いんですかった。昔はブロックできない。<laughs> デメリットついてるレベルだったんですが。ブロックされないがついてるんですよね。威迫がついています。まあ、確かに、この細かい助教を挟みながら攻めれる。赤単では、この威迫実質ブロックされないみたいな状況ではありますが、サあ、ピアなら。 それによって再びのブロッカー厚めに取ることができましたさあただ今んところ三谷選手が少しリードですかねこれもハザルトに綺麗に繋がるので、うん、なのでここでうまく4ターン目のアクションを引き込めているかどうかにもよりますかねそうですねここはぜひ8枚入ってるいずれかのカードをキャストしたいところですが、うん 先ほどのボーマットの球種のドローで土地が引けているのはなんとなく確認はできたんですが土地とピアナラーはあったと思うんですけど、うん、4マナ圏のカードがあるかどうかここをピアナラーでただ返すだけだとあまりバーガ、えーがどちらが有利と見えないままハズレットが出てきてミ谷選手が有利になるのでできれば先にもっとインパクトがあるカードをキャストしたいところですがさあじっくり考えます まあ悩み方的に4七桂がハズレとなのかもしれないですねハズレとこのターンブロックとかができないのでーこのたえー、ちょっとバカレ性の状態で返さなてもいけないただ代わり全部殴っていって威迫どうする威迫なんですっていう話を今してます <laughs> 緊張が伝わってきますね、はい、ピアノラーでブロックをしたいところなんですが1一を差し出さなければいけません。 まあこうなると3体ブロックも一応シアですかねまあただちょっとショックとかが飛んできただけですごく損してしまうのでう。さあ先制攻撃と威迫によってかなりブロックの選択肢を狭めるような形ここはしっかり考えます。 まあやっぱり難しいですこれだけちょっと盤面が三谷選手の方が強そうな状態で代わり全は殴ってきてるんで、うん、まあやっぱりライフを詰める手段がしっかりあるなりなんなり、うん、プランは絶対あると思うのでそれを加味してこの3点を通していいものか通しましたねさあ体力11ここはピアなら4コス 4万ナのカードが引けていなさそうな雰囲気を現在醸し出していますさあそして <laughs> 神が神登場三ツ矢勇気が赤単を使う意味がこれにあると本人も述べていました ハゾレットの登場によってターンエンドに若干迷った岡井ですがハゾレットが睨み合った場合、はい、盤面がほぼ同じだった場合はもうほとんどライフ差で決まるんですよねう能力を起動し続けること、ね、そうですね能力を起動し続けるか一旦一回しかアクションが大体ないんですよ手札を一枚以下にしておかなきゃいけないってい縛りがあるのでなるほどなるでここで岡井選手も紙が出るなりなんなりすれば ライフでで押してるる分、うん、かななり有利になるんですがただそうやって状況を固められるかどうかというのは単純に神を引いているかどうかさあ途中置いてこれ引けていない場合は攻めないといけないですね。 うんただ返しのパンチがなかなかに強力なのでただむやみに攻めるわけにもいかないさあメインにマグマそして最後の手札がなるほど堅羅堅ここでもういきますね全力もう手札はないのでもうこのライフ差を全力で生かすプランですね 一応、ボーマットも起動しやすいタイミングにはしているという状況ですがただ、ボーマットにかまっていると体力がないボーマットを受けに行く7点は通りますがここは、岡井選手が起動するかどうか行きましたね。うん、手裏0枚の状況から2ドロー 現状ちょっと三谷選手としてはボーマットでカードを引くとハズレとかまたブロック負荷になりやすいので、うん、ここは岡井選手はもうガンガン引いていった方がいいと思いますもう息切れさえしなければ押し切ってしまえると思うのでさあ体力4まで落とし込むことに成功三谷3枚目のハズレとドローになりました愛されすぎてますね <laughs> <laughs> 捨てられるとは言ってもまあこうなるとアクションがね2枚 あ2点打ち込んで攻めるともうう,今もうボーマットで3枚にして引いた方が良かったかなと思いますけどこの状態で3枚引いたら絶対外れるとブロックいけないんでボーマットで手札を捨てて3枚中2枚が使い切れるみたいな状態の方が追いつきやすそうだったかなこれだとほぼ追いつけなさそうに見えますが。 ちょっと受け切れなさそうですねもちろん手札のドローしだいではあるんですがうん手札1枚でこのままドローエンドこれで1枚でもね何かアクションカード引かれていると岡井選手ライトニングストライカー見えたのでぱっと見盤面だけだと足りてるんですが、はい、ちょっと三ツ矢選手が除去1枚でもあると一気に盤面が崩壊してしまう可能性があるので。 もし、えー、手札が土地土地稲妻だと難しいがいきましたね。土地は一枚持ってそうな感じですね。先ほどの時点では土地稲妻でしたね。うん、稲妻の一撃。さあ恐る恐るもう二一みんな当たってさあ稲妻打って 出てくるかどうかっていうところなんですがもう攻撃に入ったら三谷さんからは飛んでこないですよねまたここで微妙,微妙にファーストストライク <laughs> 先にファーストストライクが入ったんでもしそこで対応があればまた考えたりもできるんです、ね、なるほどなるほど。もう今安全に打つことができたので先行を取ったおかいしっかりデッキ回し切りました1-1ここからサイドボードが入ってきます ちょっと構成がデルバーもグリクシスコントロールなのかグリクシスデルバーなのかみたいなそ,<う>そのぐらいの差しかないというところは確かにありましたがさあここでついにマリガン発生三安先行三安まずはワンマリガンちょっと土地が少なかったですね 1>,、うん、1枚か2枚だとキープできるけど1枚だとキープできないっていうのがねまた難しいとこですよね対してこちら かの手札でですがこちらかなり理想的でしたね、うん、序盤からしっかり動いていけてハードレートもあるとで高校で終終点まで配置できるような形になっていました<あ>これ結構ねお互いのリスト見てると三ツさんが損駒同士なんですけど強心的戦同者は岡井さんが取ってたりとかねそうですね、まあ、この辺はボーマットとかをしっかり意識した結果なのかなと思いますが、うん、さあ続いて6枚の手札は キープに値すると判断3枚の土地シュシュ手そして残り2枚もスペル損根窓地が2枚ですね先行の手札として上昇な形になりましたもう先日もすぐに上に置いてたんでかなり強いカードでしょうね全く悩んだ様子がなかったのでさあ損根窓地と狂心的先導者 戦術は神でしたね。<laughs> ハズレと。あまりにも時間が短かった。<laughs> すぐに出した。<laughs> まあ、このカードはぜひ是が非とも一枚、特に先行では。そして、手札、マリガンした後では。本当にスムーズに攻撃に移ることができます。もう三橋選手は二ターンのうちに、土地が一枚引ければ、ハズレとアタックまで確定していると。うん、さ対して。 山々と置けなかったことでちょっと土地が詰まり気味な感触も見せてしまっているお会い。ここまでのゲームの土地の置き方的にお会いさんは結構特殊仕掛け最後に置くプレイヤーに見えたのでなさそうですね。うん、ないですね。このような状況ですね。一応手札は一コストの除去策ハック。 そういったカードが散りばめられていますが次のターンに土地を引かれるとハゾレとの脅威襲いかかってきますさあある程度しっかり相手はさばいていけそうなんですけどやはり神となるとそうはいかないのでうん神を倒すカードってねないですもんねないですね損駒同士が絡むと一応殺すことができるんですけどうーんうん そしして土地が止まりまりたさあ重めのカスタマイズそれとは全く関係のないところで今この脅威に対してのリアクションを迫られます。 いやこうなってくると一気に厳しいですねそうですね作掃、まあ、はあるので、まあ、収集点をしっかり除去してなんとか土地が引くまでの時間を稼ぎたいところですが、うん、さこれは登場させるまで待つというような感じですかねさここは土地引けずですがカードが単純に強いので。 三つ選手としては悪くないです、ね、もうショックショックでしっかりおかえさんが何かしても対処しながらハズレとマッチっていう状態にできるので、うん、もう完全に今イニシアチブ取ってますねさあ収集手殴りにかかってライフリンクつけたところで削剥破壊していきますこのカードも私でカードリスト見てびっくりしたんですけどこのカードが出たのにもかかわらず総国で。 粉砕が入ってるって <laughs> ちょっと笑っちゃいました <laughs> 僕。<laughs> 時代があってマジかみたいな。<laughs> さあ土地が引けない。うん厳しいですね。さあ先ほどプレイヤーインタビューでも言ってましたが、まあふ二つの禁止カードが入ったにしても、まあ若干マイルドになったけども依然とした赤単は強いという認識お二人とも持っていたようなんですが、つむらさん的にはどうですか。 スタンダードではやっぱ赤単はまだまだ、うん、今のところントツで群を抜いてるんじゃないかなと岡井さんがおっしゃってたと思うんですけどやっぱりちょっと他のデッキはまだ固まりきってないかなと、はい、まあそれに対して赤単はもうこれまでの歴史が完成度を高めているので、うん、ちょっと群を抜いてるかなという印象ですね。特にプロツアーがモダンだったっていうことでスタンダードがそこまで進歩しなかったっていうのはありますかね、うん、情報的に。もちろん 今最先端を行っているプレイヤーからすればもうだいぶ固まってきてはいると思うんですけども一般までまだ降りてきてないような感じですかね、うん、ちょっと最近あのマジックオンラインのデッキリストの公開方法とかも変わったりして、うん、全部のデッキがまんべんなくなるようになったので一緒のアーキタイプが出なくなるんですよねそうですねほとんどもう出ることがないのでさあそういったところもあってさあ向こう水をこれはブロッカーとしての配置になりましたがショックで5退場 そして依然としてハゾレとリーチなんですがここは再びの神ドローこれはちょっと嫌な予感はしてきましたが <laughs> ちょっとざわざわしてきましたねさあただ岡井選手はまずはまずは土地ですねお互いスムーズに動けてないんですがあ岡井さんもハゾレとたくさん引いてしまってるんですねただここで無事ようやく3枚目の土地が。 そして引け,たの引けたおかげで3ターン目終終点張り直すプランが一応あるとまあこの三ツ谷選手の土地が詰まり続けると収集艇でライフも取り返せるのでこの一端大きいですね次のターンが、うん、こうなるとハズレットが攻撃できるような状況に作るためにここでショックそ,、ね、そしてドローは またも何 <laughs> <laughs> ということでしょう3枚目のショックですねハゾレとリーチだけが延々にかかるような状態ですがさあここで再び土地引けたか引けると大きいですねハゾレとが登場して引けてますね日焼けした砂漠ドローできましたさあ出遅れたお買いでしたがここで土地の枚数逆転間に合いましたねここれでででライイフゲインしなががら殴ることができるときので ハゾレと登場はできますね攻撃ブロックはできないけど登場できるってめっちゃ面白いです <laughs> <laughs> ねさあただ三ツ選手はもうここで多分収集点ショックを使いそうですね損困漫同士の能力で小さくして原因を抑えていきそうな <laughs> さあ来ました 損根魔導士の効果でダメージではなくてマイナス修正が入るようになっていますさあ乗って、うん、打ち込みますね、うん、さあ1点の回復ここですねここでもまだギリギリ間に合うか、まあ、収集点がこれでもうずっと継続的にパワーが1まで下がってるので、うん、ああ引けず損根魔導士ですかね、うん、そうですねおそらく いやーこれでいよいよ神おかいゲームの主導権が返ってくる形になりますさあ土地もさらに引いたのでもう外れたか攻撃に行く手も、ねはい、手札もまだまだ軽い除去含まれていますいやー こうなってくると最初の戦術から全てが罠だったような、ね、ハゾレと上に置いたが最後みたいな。絶い乗っけるんですけど <laughs> こうなってしまうかと。<laughs> えいや多分100回同じシチュエーションでも乗,り乗せますよね。回まさあ手札でくすぶっていた栄光をもたらすものがこれにて。 さあここはもう特例打つか見るからに三ツ矢選手の呪文が切れてるんで損魔導士を殺すかもう特例せずに4四飛行がまいたん殴る方がいいかさあここで最後の1点原因を加えて本体に5点もう特例なしですね、うん、いや引けないボーマッと、ね。 ただ次のターンにはおおむねハゾレとも殴ってくるので全部で攻撃するということはしづらいかここ栄光をもたらすものを一発殴れてもうこれちょっと攻めにくいですねもうかなりきついですねもう今トップデッキしたのがボーマットっていうのも分かってるので岡井選手はもう三矢選手が除去次のターン干渉手段もないっていうのが分かってるので、うん、もう次のターン遠慮なくフルパンでしょうね さあいつの間にか追い詰められた三ツやはりここは攻められませんね大きく攻めることができませんさあ岡井選手ショックですかね引いたらかかなり理想的な手札そういった形に 気づけばなってきましたもうここから爪ですねもう,もう三谷選手が外れレッ出したぐらいで逆転されないので、うん、慎重に最後ミスらないようにこれはもう除去打つん <laughs> 先導者 こうね、哀れボーマットが綺麗 <laughs> にブロッカーとして成立がしないただここ一応何かあるかいっていうふうに聞きますがこれは損根が落ちるとボーマットも落ちそして3マナ残った状態で9点パンチ体力残り2ということでハゾレと起動 削り切りましたお買い二一見事でしたね途中見事ですね二枚の時はもう終わったかなと思いましたが <laughs> 大逆転コメント欄でも G G って書いてまし、ね、<laughs> ですがやはり最後までわからないのがマジックザケザリングもう途中三四ターン見た時は絶対三谷選手が勝ちそうな展開でしたけどお買い選手でかいですねこれで最後の五本目があったとしてもそれを先手で迎えられるので。 さあ4本目いきましょう先ほどからちょっと土地の問題がありますが今回山1ですかね2枚やったらアクションが多かったんでキープしちゃいそうでしたけど2あるからんまあ悩んでるってことは多分土地が2枚なんだと思うんですが大丈夫そうですねお互いキープですかねキープしましたね さあ、チャンドラの敗北というカードも見えました。三ツ矢数、初手山三枚順調に動ける手札。そして、お買い。現スタンダードシーン。今回が初めての防衛戦となります。三橋選手は一ターン目のアクションがない以外は完璧でしたね。うん、さあ、こちらはもう除去がたっぷり。高校ということで。しっかりリアクションカードを。手札に三枚握っています。 特に1枚、えー、今追加で引いたんですけどマグマのしぶきが堅ラにばっちり対処できるので序盤は岡井さんのペースで進んでいきそうですねこの堅ラも最終的に戻ってくるっていうところがねそうですねゲームがやっぱサイドボード後はお互い受けで長引きやすいので <laughs>、はい、しっかり追放しておくっていうのは大きな意味がありますねさりますさあ岡井さんは3枚目までは土地が見えましたそして堅ラで。 返しの剣路です三安選手のデッキの方はマグマのしぶきがトータルで1枚しか取れていないということで長期戦はやはり岡井さんの方がちょっと強めに見えるのかなというところではあります。さあ収集艇で体力回復の準備はできますが早くもこの2ターン目で。 先手後手番が入れ替わったような状況さあただ岡井選手は収集手への直接的な対処手段はないですかね今のところ体力が5ということで除去するにも結構大変なカードになっていますさあコカピアなら場を強くしていくと。 やはり「作白」っていうカードが出てきたことによってこの収集艇もサイドボード後はしっかり割れるような形になってるんですね。そうですねサイド後はもうタウンエ3だろうとアーティファクトだろうとしっかり対処できる。ただ収集艇は本当に生き残った時のバリューがすごいので、はい、やっぱりライフ差すごいガンガン開いていくのでこのカードは、まあ、できれば手札は作白1枚しかなかったら極力温存して動いていきたいところですが。うんうんうん さあ収集艇のノーガードということが発覚しましてここで三ツ矢攻めます体力差が3点食らって3点回復計6点伸びていくのでファーストコンタクト若干出遅れはありましたがそれを全てリセットするような形むしろ上回っていきますさあ岡井さんちょっと と手札が重いですから、まあ、状況はしっかりやりますね。うん、ショック、チャンドラの敗北、四マナのカードが三枚ですかね。どうしてもこの。デッキリストを見た時の、津村さんの土地止まりそうっていう話。そうですね。<laughs> ちょっと四、四マナの、四マナのカード多いんで、二十四だとちょっと少ないかなという印象は。さあ、そこのところが顕在化していますが、ここはやはり殴り合いをしていかなければいけないという判断。 ピアナラ同士の相打ちを考慮するかどうかそういったところもありますこの辺もピアナラ2枚目があると大きく損をするのでなかなか素直にブロックとは言いづらいんですがさあここ何もせずにアクションを返していったそして4枚目の土地先に引き当てたのは三ツ矢 手札は軽いいカードが多いですねこのたんツーアクションをしつつ、うん、さらにライフ差を広げてクリーチャーから出すのであれば剣ラカーリゼブっていう展開も見込めると、ね、さカーリゼブからスタートもう今収集手が、えー、増やしてくれたライフで余裕があるので、はい、ここでさらにうん この6点稼いで3点回復差し引き9点一気にこれでリード最近ちょっとルールが変わりましてエネルギーはお互いメモを取らないといけなくなったので、はい、お互いそれをメモりつつゲームを進めてます、うん、やはりそのカウンターの変化が激しいですよね,すねエネルギーになるとやはりそこで齟齬が発生するということなんでしょう さあなんとか1体ショックで焼き払いましてダメージを4点に抑えましたがうーん状況連打さあ引きたいさあ山に見えたようなの絵柄統一してるから見やすいですね<う> <laughs> 我々の方からもおそらく山,山っぽいみたいな <laughs> おかいさん さっきのゲームから一貫してそうなんですけど山を引いたからすぐ置いたりせずに、うん、ゲームのペースがずっと一緒なのはまだマジック歴っていう話だけで言えばかなり若いプレイヤーですよ、ね、そ,うそ,うそうみたいなんですけど最近プロツアーにも参戦してますし、うん、ゲームペースがずっと一緒って僕の中で一番うまいのはレイドデュークなんですけどあれは何を引いてもペースが一緒なんで全然手札が読めないんですよね、うん、先日のプロツアーでも3回目の、ね、トップ8決めていますからね。はい こ近年はかなり安定した成績を出すのが僕的には難しいのかなと思ってたんですけどもうレイドデュークはすごいです <laughs> 毎年プラチナでプロツアートップ16がすごい多いらしくていつもいつも決し、えー、上の方にいるイメージですさあ4枚目の土地こちらも引き当てることができました再燃するフェニックスこのカードが場を支配するかどうか 三安選手もエネルギーが切れたのでここからは普通にライフが上限するようになります、うん、さあ栄光をもたらすものが手札でまだ眠っているような状態ですが先ほど処去されたカーリゼブのお代わりをね今引き当てることができましたので,でここはもうおかえー、岡井選手の目論見通み重いり重いカードが強い。うん 分ここからの展開はおかさんに分がありそうですねもう一枚手札に再燃するフェニックスがあると思うのでフェニックス連打これ出てくるエレメンタルも倒さないと戻ってきてしまうんですよねフェニックスがそうですねだから1回の除去だと何の意味も持たないのでこうなってくるとフェニックスかなり多めに取っている重いお井い赤田の方が 響いてきますこの体力差もちょっと活かせる形になるか怪しくなってきました収集手が残れば、まあ、フェニックスのにみ合いになってうんお互い攻めづらい状況になるとそうですねそうすると最終的にライフが多い方が有利なんですがここから岡井選手の重量級クリーチャーが追加されていくと うー<み>ハゾレトがここで走ってくる土地を引いたおかげでノータイムになりましたさあハゾレトにまで対処を迫られるというか対処不能状態かなり厳しい一方的に走ってきた。 一応手札が損マ同士と錯覚に見えたので、まあ、それでサイズを縮めて次からはなんとかダメージを軽減してこのターンは通すしかなさそうですけどねさあ5点食らって体力はこれにてイーブンという形になりますほぼイーブンという形になりましたとは言っても見た目上の カードの強さというのが神おかいの方が上回っている状況ですハゾレとフェニックスですからねなかなかに <laughs> この効率よくね交互に1枚ずつ引いているっていう状況が強いですね 三谷三谷三谷選手の手打は削削削削三谷ソンコン三そうですねまた今ライフがほとんど一緒でもうちょっと盤面も押されかけてるのでうん、うん、かなり厳しい状態になってきましたただもうこれはソンコン出すしかない まずはちょっとハゾレットを止めない限りはこのライフ差がどん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 岡井選手が有利になってしまうので、うん、さあこれによって呪文のダメージがマイナス1マイナス1カウンターになりますので破壊不能のハゾレットもサイズを下げることができます。 ただこれ対応されて火力を打たれてしまうとただの無駄打ちになってしまうので結構難しいんですがまあ今かと思って打ってますね 1, まあ1マナの状況がなかったらこの間にサイズを縮めておこうと、うん、さあこれはなんとかサイズダウンに成功現在2一そろそろンラも帰ってくる時間に。 そうですね、なりそうですかね。というのが本当にすね、うん、フェニックスを支えてくれてるからなんとかおフェニックス、おかわりさあ、場は強いままうん、次が次が用意できない三ツ矢選手。 それはかなり厳しくなってきました。うん、まあ、収集艇が生きてる限りは、岡井選手もかなり殴りづらいとは思うので、うん、次の一手、です岡井選手は収集艇を破壊するカード、三ツ矢選手は攻撃に出られる何かが、フェニックス、守りに使ってもかなり強いんで、はいえー、栄光をもたらすものであったり、ハズレトであっても。 フルタップの状態だったらもう気兼ねなくブロックして、次の谷は戻ってきてしまうので、ここから構成に転じるのはかなり難しいですねお互い、もうすでに5枚の土地を所有していますので、とりあえず、引いたカードはすべてプレイできる状況にはなっています。これ強調簡単の向こう水でーバーンってやられた瞬間に三谷選手 場が崩壊しますね深井そうですねもう空,がなくな空のクリーチャーいなくなってしまうとその時点でさあここから先さあ動いてきたぞフェニックスが不気味にアタックまあ仮に岡井選手が何も持ってなかったとしても三谷選手手札が一枚しかないので、うん これはもうブロックにいかざるを得ないとまあこの8点は通せないですよねもうここで通したら次のターンも通るんじゃないかって話になっちゃいますもんねまたハザレトがあるのでもう次からは1体でも通すと死ぬような状態になってしまうので、うん、さあここはそのまま受け入れますさああえてここ攻撃してきてということはどうなるのか手札に除去があるのかフェニックス <laughs> 重たい さあ無限におかわりしてくるフェニックスこれはこの展開ならばそりゃ殴るよねとさあ最後のドローも土地となりました13点削るプランあるのかそれともフェニックスをなんとかする手段があるのかどうだというスタンダードシーンおかい もう2体通すとハズレットと合わして10点三ツ矢選手の手札は1枚いやーなんとかエレメンタル焼きますがこれで手札がすべてなくなりましたそしていまだにフェニックス2枚これはどうなるさあ爪の段階までもうすでに入りましたね さあ飛行戦力飛行クリーチャーすべて殴るかどうかの検討フェニックスは2体は殴りそうださあ力強くアタックこれもやはり収集手で1体受けるという展開が続きますが再びエレメンタルが戻ってきて。 そして4点は削れているさあ1う,ーんうわーこれも効きますねこの1点が収集艇を焼き払いましたさあノーガードの中で土地を引いてスタンダード決まりました神防衛おかいが初めての防衛に成功しましたおめでとうございますフェニックス強しですねいやー あそこまで立て続けにそして一方的に引かれてしまっては <laughs> 打つ手なしとなりました。